はいどうもクエスです。ということで今日もケモフレ3の動画撮っていこうと思います。ということでなんとねシバテリウム来ちゃったんですよ自分ねキリンのフレンズは推しでして、なので今回シバテリウム天井まで回してお迎えしに行こうと思います。本当はですね今現在ぷよぷよのねコラボが来てるんでこっちを天井まで回す予定だったんですけど、ちょっとね今回このシバテリウムとヤタガラスが来たんで急遽こちらの方を天井まで回させていただこうと思います。でねやっていくのがこっちで、いつもはこっちでやるんですけど、今回ピンポイントでシバテリウムがガチで欲しいんでこっちをね、150連やっていこうと思います。ではねヤタガラスと、シバテリウムのね解説しつつ引いていこうと思います。ではまずね10連目いきましょう。さあさあさ、なんだろう、もういきなり来てくれてもいいんだけどねはい、そしたらね何だろう、もう途中で切り上げて別でねぷよぷよのコラボの動画撮っちゃってもいいんですけど、はい、ということでねまずヤタガラスの方から、ご紹介していこうと思います。ヤタガラスなんですけども、属性の方がファニー属性で、ステータスの方がですね体力が全体の8位ですかね。で、ファニー属性で2位となっております。意外とね、耐久高めで、守りの方も全体で54位なんですけど、ファニー属性だと、なんとトップ10入りで9位となっております。でね、攻撃の方が、全体の32位で、ファニーだと5位ということで、結構火力も出せるのかなという感じなんですけど、ミラクルがですね、なんか全体に 350% という、なんか結構火力が高い。全体に350って今までいなかったんじゃないかな。多分かなり高いですよね。でもその代わり MP がね、消費が110となっております。でも、なんだろうね、結構、なんだろう、ミラクルを結構ね、ガンガン打てるような、スキル構成になってまして、あ、その前にステップ2行きたいと思います。あ、ステップ2が上がってんのかな？あ、違うわ。3だね。はい、とりあえず引いていこう。で、ですね、そう。待機スキルで MP が30増えるということなので、確か3回使えるのかな？確か。なので90までは貯められるっていう待機するだけで。なので、すごい打ちやすいんですよね。で、特性かな、特性の方でファニー属性の仲間に火ダメを 9% 減少できると、これも結構優秀ですね、はい、で奇跡特性がなんかこれちょっとね余ダメ増えるのも確かあったと思うんだけど、なんか 15% の跳ね返し持てるみたいで、意外と優秀、耐久が高めなんで意外と強いんじゃないかなと思われます。はい、ではね、シバテリウムの方、ご紹介していこうと思います。もうね、待ってましたよ、シバテリウム。キリンのフレンズ、2匹目。あ、オカピも一応キリンの部類に入るのかな？ちょっとね、そこら辺ちょっと怪しいんですけど、ちゃんとしたキリンってなってるメンバーだと、まあ、2体目になるのかな？はい。ということで、ステップ3ですね。はい。0.8% です。そうだね、0.8% だね。OK。行こう。で、ですね、フレンドリー属性で、ステータスの方が、体力が全体の23位で、フレンドリーで5位となってます。で、攻撃が7位。で、フレンドリーで2位と、なんだっけ。フレンドリーだと1位が、100個かな？100個の次に攻撃高くなってます。あと、なんだろう、コラボのドラコと、イッチが攻撃高いんですけど、まあ、それに続いての火力となってますね。向こうないな。天井、道中来てくれるかな、これ。来なかったら悲しいな。で、守りの方がですね、ちょっと低めになって、んですけど、50位以内に入ってないんでちょっと圏外とさせていただきまして、フレンドリー属性だと18位になるのかな、まあ、ちょっとそこまで守りは高くないのかなと。どっちかっていうとやっぱ火力寄りなのかなっていう構成になってますね。はい、
で、ビート3枚持ちということで、アニメキリンがねトライ3枚持ちでトライ強化だったのかな確か。で、シバテリウムさんはビート3枚持ちのビート強化持ちということなんですよね。なので今後キリンのフレンズ、おそらくなんですけどケープキリンとロスチャイルドキリンが実装されると思うんで、どっちかがMP3 枚持ち、アクションか、アクション3枚持ちのアクション強化持ちなんじゃないかなと思っております。どっちかが多分そうなるんじゃないかなって思ってるんだけど、ね、で、ミラクルがですね全体 700% の均等割で、今回初のビリビリ状態にするという状態上持ちですね。これなんかポケモンの麻痺みたいな感じで、その攻撃をまあ選んだ後にその戦闘開始した時に、確率で、成功するか失敗するかみたいなのが決まるらしいんで、これが何パーセントくらいの確率なのかわからないんですけど、ポケモンだと 50% だったんで、もし 50% だとかなりの確率で失敗するんじゃないかなと。運要素絡むんですけど、意外と強い状態異常なんじゃないかなって思ってます。はい。で、これがです、高確率ですね、付与できるということで、MP 消費が100なんですけど、ですね、奇跡特性でなんか開始時に MP20 貯まるんで、実質80で打てるという感じですね。あ、これですね、ステップ5。ちょっとめちゃくちゃ時間かかってんな話しながらやるとねめちゃくちゃ時間かかるんですけど、相変わらずすり抜けもないな星読みフレンズが全く来ない。で、待機スキ、あ、得意技で、ぼんやりうっかり状態にもできるということで、結構なんかアタッカー兼デバッファーっていうか、なんだろう、妨害、うん、妨害する要素が結構強めな感じになってますね。はい。で、待機特性が、味方全体の火ダメ 10% 上げて、しかも相手全体の火ダメを 10% 増加させる。これ 70% の確率なんで、ちょっと運要素絡む待機スキルなんですけど、まあ、それでも強いですね。で、先ほども言いましたように、特性で全体のビートを 15% 増加してくれるということで、かなり、お、マジで誰や、おお、よし、ありがとうございますえ、ちょっと待って、どうしよう、ここで終わろうかな。私はシバテリウム、名前はシバの獣って意味だけど、そんなにすごくないの、普通だよ。いや、マジで可愛いんだよねシバテリウム、やばいよキリンのフレンズは、まあ、みんな可愛いんだけど、アミメキリンもね、まあ、すごい可愛いんですけど、アミメキリンはお迎えした時確か20連でお迎えしたんですよね。結構運がいいです、キリンのフレンズをお迎えするときははい、ということでね、マジか、来てしまったな、どうしよう、めちゃくちゃ悩ましいんだけど、え、ちょっと考えさせてくださいねはい、決めました。ですね、やっぱり天井まで回して、とつりたいと思います。奇跡特性がですね、自分の余ダメ 10% して、ビートも 10% 増加してくれるということで、火力の底上げになるのと、そのやっぱ開始時に MP20% 増加っていうのが結構優秀なんで、あとヤタガラスもちょっと欲しいんだよね、まあ、最悪ヤタガラスお迎えしに行ってもいいですし、うん、そうね、これね、うん、20%、まあ、合計で 25% 増加させることになるのね、これ特性と奇跡特性合わせて火力が、まあ、自分自身だとね、まあ、普通に考えてビートの火力も高いんで、特
りたいですね、やっぱり。はい。ではでは、弾いていこうと思います。ちょっとね、ここら辺からハイライトになるかもしれないです。はい、演出なかったら飛ばしていこうと思います。はい、こんな感じでございます。ではでは次。道中で出てほしいけどね。お、跳ねましたということで、星4フレンズ確定でございます。誰かな？まずは星4こと、マイルカ、楽園と。おー、星4こと、2枚目、猫パンチということで。おー、来ました。誰だ？あ、白流すママ。実はですね、白流すママ、ドレス解放されてまして、自分、先日、解放済みなんで、紫の石に変わります。残念ながら。はい。ママのドレスもなかなかね、すごい好きだ。うん。めちゃくちゃセクシーなんだよね。ママのドレス。やばい、うん。まだ見てない人いたらね、ぜひね、とつって見てください。いや、もし見たい人いたら見せますけどね、自分が持ってるドレスのキャラは。はい。では、行きましょうかね。はい。おっと、流れ星星4フレンズ確定でございます。5連出でね。はい。ありがとうございます。次は誰でしょうか。あ、ワンチャンマンモス来てほしいな。まだお迎えできてないんだよ、マンモス。ワンチャンマンモス欲しいな。すり抜けだったらね。うん、お、アメリカビーバー。お、あ、星のこと。はい。はい。僕らね。まだですね。誰だろうな。ヤタガラス来てくれるかな。来てくれたら安心して最後の鉄は、シバテリウムに使えるんだね。お、来ました。誰だ。お、イレイ、三三の力。さあ、始めようか。天、地、人。世は万物を導く太陽である。ヤタガラス様来ましたね。ということでね、俺てっきりね、ヤタガラスは守護獣だと思ってたんですけど、守護獣じゃないんですね。守護獣じゃないみたいです。いや、守護獣なのかな、ちょっとわかんないんですけど。世の名はヤタガラス。太陽の化身たる世がその方の行く道を照らし、良き未来へと導いて死んぜよう。そう、ヤタガラスすごい特殊で、目の色がね、左側だけハイライトがない真っ赤な目になってるんですよね。絶滅種だと両目がハイライトがない状態の目なんですけど、ヤタガラスはまあ実在、三本足のカラスがヤタガラスなんですけど、実際にたまになんですけど実在するらしくて、突然変異みたいなもんなのかなとは思うんですけど、三本足のカラスっていうのは。うん、まあだから、なんだろうね、まあ太陽の化身として崇められてるっていうのもあるんですけど、まあその辺ちょっと詳しくないんだよ。まあ、そんな感じです。はい、行きましょう。はいはい、ということでね、ヤタガラスさんお迎えできたんで、心置きなく最後は、シバテリウムをね、確定でお迎えしていこうと思います。では演出なさそうなんでね、飛ばしていこうと思います。はい、ということでこんな感じでございます。ということでね、100連目ということで、ワンチャン来てくれないかな、どっちか。お、来ました。お、演出がいっぱい。演出がいっぱいということで、どっちか来てくれたかな、もしかしたら。これどっちかとつれたらね、まあ、とつれてない方を最後お迎えしてみたいな感じでいいかなと。おお、ヤタガラス、とつれたー、嬉しい。シバテリウムも来ないかな。来てくれたらもう、なんだろう、ここでやめて、なんだっけ、ぷよぷよのコラボの方をね、回すためにキラキラ置いといてもいいんだ。ドラコが欲しいんですよね、自分。なぜかっていうと、ただ単に緑髪だからっていう。お、マジで。
100連にしてこの引きをしてしまった。うん、ちょっと期間もまだあるんでね、ここでやめようかな。うん、まさか100連でね2体とつれると思ってなかったんで。でもこれおまけも結構ね美味しいんでね、これ悪性ついてくるんだよね。どうしよっかな、これアクセサリーさ、星いくつのアクセサリーなんだろう。マジか、どうしよう。よし、決めました。もうね、シバテリウムをねもうガンガンとつっていこう。はい、ということで残り50連やっていこうと思います。いや、マジで悩んだめちゃくちゃ悩みましたね今、うん、ラッキーさん走っていく後ろの方とかね、うん、出たのかな。でまさか、あ、え、おお。マジですごいね、ヤタガラス来てくれた、嬉しい。ヤタガラス3体目、これは思った以上に来てくれますね、嬉しいな。こっち回して正解だったかな。あのね、コラボの方はあれすり抜けがないんですよね、2倍と3倍の時の。なのでね、あの確率的には明らかにあっち回した方がお得なんですけど、まあやっぱね、こう実況者としてはね、こうすり抜けとかも、ね、楽しみたいということで別に楽しみたいわけではないんですけど、なんだろうな、そういうのもなんかね動画的には面白いんで、やっぱり、やっぱね、こう面白いところに、ね、やっぱね皆さんにねお見せできる方がやっぱいいんでね、すり抜けたーっていうのをね、あのまあね、皆さんに見ていただきたいっていうのもあるんで、まあ、でもなんだろう、前回動画撮ったのが玄武の時なんで、6月の頭かな、6月4日に撮ったのかな、確かあれなんで、ガチャ動画は今月2回目、あちょっと申し訳ない、別ゲームの通知が出ましたね今、ちょっと消してるかもしれないわ。うん、もうそんな時間なのか、あ、4時ですね朝のいや待って待って、もう朝の4時です、今現在朝の4時を回ったところでございますいやー、こんな時間に何やってんだろうっていうね、うん、モラキさんしていく、いいですね。意外となんだろう、ラッキーさん走っただけでも意外と来てくれるんだね。さっきヤタガラス来た時はラッキーさん走っただけですよね、確か。集中線白だったよね。まあ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 、まあ、いやいや、あれ確率上がってたのかなちょっとわかんないけどまあいいや、うん、ほい、チャップマン、はい、ミスさんこと、ということで、あと20連ですね。はい、行きましょう。まあ微妙にキラキラ残るんでね、最終日ぐらいに10連だけでも回そうかなと思います。多分動画外ですね。何か出たか出なかったかは、まあ、あのツイッターで報告したり、まあ無料10連の方も一応毎日撮ってるんで、そっちでもう報告できるかな、どうなんだろう、分かんないけど、一応前半後半にまた分けてね、投稿しようかなと思ってるんで、15日間なんで、7日分 ?7、8 かなでまとめて多分投稿すると思うんで、もうちょいしてからかな、今日が6日目だったと思うんで、明日まとめて編集して前半ね投稿しようかなと思います。ということでラストいきましょうね。さあさあ、これで芝手リーム来てくんないかな、ラッキーさん走っていく、はい、白集中戦ということで、さすがに来ないかな、来てくれると嬉しいけどね。フラミンゴが
がなんか意外と来てくれるね、うん、そうだよ、アフリカゾウいつになったら星6解放されるのこの間オフラミンゴね星6解放されましたけど、ガチで、あ、もしかしたら次ぐらい来るのかな、そろそろ星6解放してほしいなアフリカゾウマジで待ってんだけど、はい、ということで、ではでは、シバテリウムの方ですね、引いていこうと思います。はい、いやーまさかねこんなに来てくれると思ったかな、ヤタガラス3枚来てくれたのっていう、これでシバテリウムも3体目かな、うん、ホットポケ開くのはねほんと助かるんで、はい、ちょっと最後にねシバテリウム眺めて終わろうかな。隊長来てくれたんだ、やばいや、シバテリウム可愛すぎん、いいな、カミメキリンたちはスラッとしていて、シバテリウムもスラッとしてる気がするけど、可愛い、ありがとう気持ちいい、めちゃくちゃ可愛いんだけどやばいな、シバテリウムお迎えできて大満足でございます、ということでご視聴ありがとうございました。それでは。